何これまでヘナで染めてただとでも、大丈夫。はい、こんにちは。のびわ本店ののぶです。今日のテーマはヘナで染めててもカラーチェンジ可能です。こういった内容でお届けしたいと思います。さて、ヘナ。ヘナ、知ってる方多いと思いますが、ヘナという植物の葉っぱを乾燥させて粉にしてお水で練って髪を染めると。 このチャンネルをご覧の白髪世代大人女子の方は、名前は聞いたことがあるのはもちろん、自分もやったことあるよって方、結構いるんじゃないかなと思います。植物で髪を染めるので、頭皮や髪への負担が少なく済む。そういった意味で、ナチュラル志向の人や、ヘアカラーで被れてしまう。そういった方の救世主として存在しております。しかし、いいことばっかじゃないのがこのヘナです。どういうことかというと、黒髪を明るくすることができない。そして、白髪はオレンジ色にしか染まらない。 なので、白髪をカバーするということは十分できてるんだけれども、ヘナ単品で染めた場合っていうのは、どうしてもオシャレのバリエーションが狭まってしまう。やれることが限られてしまう。こういったデメリットがございます。ただし、今日のテーマでもある通り、ヘナで染めたからって一生ヘナをし続けなければいけない。なんてことは全くございません。 ちょっと手間はかかるんだけど、プロのテクニックがあれば、スムーズにカラーチェンジをしていくことも可能です。ちなみに今日のゲスト、ビフォアはこちら。そしてアフターがこちら。こんな感じで、ヘナで染めてたゲストが明るいヘアカラーにチェンジ、スムーズにいっております。ちなみに、ご本人もびっくりの途中経過が こちら。どうでしょう。かなりビビッドなオレンジ色です。ビジュアル系ロックバンドみたいなね。激しい色になっておりますが、もちろん俺は想定内です。これをコントロールするプロの技がございます。まあゲスト本人も信用してくれてるんで、驚いてはいたけど、面白がってくれてたよ。この後、絶対自分は可愛くなるんだってことが分かってくれてるからね。では、このカラーチェンジ。 どんなことを考えながらどんなテクニックを使って行われたんでしょうかこの後施術を見てもらいながらアフレコで誰にでもわかるわかりやすい解説でご説明します。これは今現在ヘナで染めているそろそろ違う色に変えたいんだけど無理だと言われたそういった方のみならず職人の手元を見るのが大好きというマニアックなあなたも必見の内容となっております。そしてその施術シーンの後ラストにもう一度詳しい解説をします。 なぜヘナで染めているとカラーチェンジが難しいのかそして今日なぜそれが可能だったのかそんなお話をしちゃいたいと思いますので今日も必ず最後までじっくりとご覧ください。では、いってみようはい、では解説します、えー。まずはビフォアの状態ね。えー、っとね、ヘナでしか染めてないからパッと見黒髪に見えるんだけど よく見るとやっぱりその根元は黒っぽく見えて、えー、染めたところはオレンジっぽく見えてるのはなんとなくわかると思うそしてこうして根元は白髪が結構ね長い間ヘナをしてないので、えー、白髪もだいぶ伸びちゃってるよとそしてこのものすごい素早い動きでカットをしているように見えて安心してください早送りですそしてカットシーンはいらねえよっていう方 大丈夫ですすあっという間に終わりますなぜかというと早送りだから、えー、要点だけお伝えしてます。まあ、こんな感じで俺はカットしてるよっていうのだけ分かってもらえばいいかなと思ってね、えー、カットに興味がない人も一応もこの分は飛ばさずに前髪ねこれ落ちる位置で切ってるっていうのが重要だよね。 えー、ここからはあーこのノブ屋本店ノブの代名詞でもあるレレザザーーカカッットトという技法を使っております紙りで切るレザーカットこれなんでこんなことするかっていうとね、あのー、なんかハサミで貯金ってまっすぐに切ると切り立て感が出て重くて硬い切り口になるのねだからレザーで切っていかにも今切り立てですって感じじゃ,じゃないように えー、柔らかい質感にするためにレザーで切っておりますそしてもちろんこれってえー、っとなんかなんていうのかなこうセンスとか感性みたいなもので切ってるんじゃないんだよ全然、ね、これはね美容師さんの中に意外とお間違った認識をしてる人がいるんだけどレザーカットっていうのはなんかこう勘で切ってるみたいなね、えー、感覚で切ってるみたいなそういうふうに思ってる人いるんだけど全、ま、く違います。 じゃああなぜ顔周りはハサミで切ったののか。あの前髪ね。そこは重く硬い質感にしたかったからあこのサイドもそう安定感が欲しいからハサミで切る襟足のところはあもう少し柔らかさが欲しいからレーザーで切るこの使い分けをしてるってわけねそしてこれは、えー、ともうドライ一回乾かしてから微調整をするのねこういう時はものすごく繊細に切るんと濡れてる時っていうのは髪の毛がくっついちゃってるから ざっくくりとしした形を作るるのにすごく適してるんだけどこんな風に乾かして切るのはね、えー、乾かした時点で髪の毛が独立してるからすごくこうちょっとずつ切りやすいっていうのかな様子を見ながら乾かした時に起こる現象を目で確認しながら様子を見ながら微調整ができるそのためにこうして二段構えでカットをするってわけそしてここからいよいよ本番、えー、今日の本題カラーリングに入りました。 これね今日はカラーリング2回します。なぜかというとやっぱりそのヘナをねやってたから1回色を抜いてこのあともう一度その抜けた色に対して色をかぶせてこのあと望んだ色にしていくっていう感じね。で、えっと、このカラーリング何してるかっていうのは、まあ、この施術のシーンが終わった後に最後にもう一度ホワイトボードを使って詳しく解説するんだけど今ここでも、まあ、簡単に言ってしまうと。 ヘナをずっと繰り返してた髪またはまあこれはヘナだけじゃなくて自分で毛染めをしてた人によく起こる特に白髪染めをしてた人に起こるんだけどうー毎回毎回根元から毛先まで薬を塗っちゃってるからあ毛先の方が色が濃くなっちゃってるのね染められた回数が多いイコール色素は毛先に溜まっちゃってるそれをねまずこんな風に色を抜くだけのお薬で、えー、色素が溜まっちゃってるところ もうこれはプロの目でえー、プロの勘でやるしかないんだけどこのぐらいまでが色が抜けにくいだろうなってところを先に塗るわけねだからこうしてみると毛先だけあの白いお薬がついて根元は全くノータッチじゃないうーん半分ぐらいまでしか薬を塗ってないよねこれはわざとでその部分が色が抜けにくいし、えー、最終的な仕上がりはそこの方が明るくなっててほしいわけだよね毛先が明るくなっててほしいこれがう まあいいやとやってしまって根元から毛先に、ね、もし一発でこの色を抜く薬剤を全部塗ってしまうと根元の方が明るくて毛先の方が暗くなってしまうねそれが俺がカラーリングで最もしてはいけないと思っているグラデーションなのね根元が明るくて毛先が暗いっていうのは一番やっちゃいけないなと そして、えー、毛先が塗り終わった状態チェックするともうすでにちょっとだいぶ色が抜け始めてるのがわかるよねこれを確認した後に今塗ったお薬塗ってないところにもう少し伸ばしていく要はさっき塗ったのは毛先だとしたら今度はね中間部分に少しずつお薬を伸ばしていくというこのね時間差によって、えー、毛先が明るくて根元の方が暗くなるグラデーションをまずこの1回目のカラーで ベースを作っちゃいますでこの塗る時間差だけじゃなくてこの塗布量お薬の量が毛先はもうどっぷり塗ってて中間がぼかしてあるのがよくわかると思うんだよねでこれで終わりじゃなくて更にここから根元方向に向かって薬を伸ばしていく当然塗布量を根元方向ほど少なくしていかないと危険だよね だからこの今やってる工程っていうのはあヘナで染まってる髪の色を毛先の方が暗くなっちゃってるのを毛先を明るくて根元がだんだん暗くなっていくようなグラデーションにするためベースの明るるさを整えるためですで。これが終わった時点ではびっくりするようなオレンジ色になっちゃってるのねなぜかというとヘナの色素が残って髪の色が抜けるというそういう現象が起こるからね。 だからこのカラーを一発でヘナカラーの修正を一発でやろうとすると絶対に赤っぽくなっちゃうで時間を置いてみた時にこんな感じ毛先が明るくてだんだん根元が暗くなるようにグラデーションのベースができてるのがわかると思いますそしてこれこれが最初にもお話ししたあ色を抜いただけの状態ものすごいなんかビビッドなオレンジ色になっちゃってるね よく言うアプリコットとでも言うのかもしんないけどちょっとこれは彼女に合わねえかなとそこで今根元のお薬を塗り始めました2回目のカラーリングスタートね彼女は白髪があるんだけどこんなふうに根元というか地肌には全くつけずに髪を染めます一般的な白髪染めはもう地肌にどっぷりつけていくのが当たり前なんだけど俺はちょっとこの特殊な刷毛と特殊な塗り方で地肌に全くつけずに塗ります 全体が塗り終わったら今度はこの中間部分というかね根元よりのすぐそばのお薬を塗るんだけど今根元のお薬が塗ってある上に少しオーバーラップつまりこう被せて色を塗ることで自然なつながりを作りますよと。であるところまで行くと毛先はかなり明るいオレンジ根元付近は、えー、暗めのオレンジ。だからこれは根元とそれ以外だけを塗り分けるんじゃなくて。 でこの長さでも箇所に分分けけてお薬を塗り分けるそんなことをしてるわけねここでも根元で塗ったお薬にオーバーラップさせて、えー、もみもみしながら伸ばす毛先の明るいオレンジのところそこまでが一つの目安として塗ったら手で伸ばして、えー、なじませていく自然なグラデーションを作っていくこれの繰り返しです。 ただしその根元方向にある暗めのオレンジと毛先の明るめのオレンジの境目は場所によって違うからそれは見極めて今塗ってるお薬の塗るエリアっていうのは目で確認しながら塗るってことね何センチとかではなくてそしていよいよ3つ目のお薬 これも当然2回目に塗ったお薬の上にオーバーラップさせてそれを左手で揉みを見することで自然なグラデーションを作っていくわけね根元に塗ったお薬中間に塗ったお薬毛先に塗ったお薬が毛の上で髪の上で左手で伸ばされることによって自然なグラデーションを作るそんなふうなやり方をいつもしていますで塗り終わったら おだいぶオレンジがなくなっていい感じじゃねえかとこれチェック終わってシャンプーした後乾かしますこのね乾かし方、えー、ちょっと前の動画で、えー、彼女自身もねちょっと髪の毛あのあんまり多くないしねペタッとしやすい髪なんでノブ、えー、流のドライの方法ちょっと前の動画で説明してますがまさにこの通りそして手ぐしでパッパで 可愛くなっちゃいましたとあの黒髪だった彼女が途中奇抜なオレンジになり自然なブラウンになりましたよとこんな感じでカラーチェンジがすんなりと行きました根元の白髪もないですよー はい、かわい,いペラッ。白がないでーす。つなぎも自然。はい。 ということで、いかがだったでしょうかこれまで、ヘナで染めた髪、一見黒髪です。でも、目元を見れば、白髪が少し出てきている。その途中経過は、めちゃくちゃオレンジ色の頭。そして最終的にはナチュラルなブラウンになってました。じゃあ、果たしてこの、ヘナで染めてた髪をカラーチェンジするのはなぜ難しいのかこのお話から行きましょう。これ、地肌ね。こんな風に髪の毛が生えてます。これ、一本の髪の毛だと思っていてね。 そして、ヘナで染めるということは、ここにヘナがぴゃーっとこう乗っかるわけね。ピゃーっと。こんな風に乗っかります。そのヘナの色素がこうして乗っかることで髪の毛が染まるわけ。これは白髪にもこうして乗っかって、白髪はオレンジ色になる。そして、もちろん黒髪にも乗っかります。こうなって、これが黒髪だとしよう。これ黒髪。 黒髪にも同じようにヘナが乗っかります。でも、ヘナは黒髪の色素を壊す力がないから、黒いものの上にオレンジ色が乗っかってると。白髪の方は白いものの上にオレンジ色が乗っかってる。ここまで OK ね。すると何が起こるかというと、黒髪は表面にオレンジ色が乗っかっても、黒は黒にしか見えないのね。なぜかというと、さっきも言った通り、黒髪の色素を壊す力をヘナは持っていないから。 でも、白髪にオレンジが乗っかると、もともと白いものだからオレンジ色に見えるわけよ。つまり、えー、白髪がちらほらある人が、ヘナで全体に染めると、黒髪は黒いまま、白髪はオレンジ色に。白髪が固まってればオレンジ色のメッシュに見えるし、点在してるとほぼ白髪がどれだかわからない。オレンジ色に染まった白髪もあまり認識しにくい。そういうことになるわけね。これがヘナで染めてる人の特徴です。 そして今回の彼女、えー、実はサロンでヘナをしてもらうこともあれば、自分でヘナをしてることもあります。こうなってくると何が起こるのかというと、まあちょっとこの白髪のバージョンで言ってみましょうか。えー、次、根元が1センチ伸びてくるよね。えー、ここまでヘナで染まってオレンジ色になってました。でも、次、1ヶ月経ったらここにまた1センチ染まってない髪の毛が 中から押し出されてくるわけだよね。そうすると、白髪はオレンジ色なんだけど、ここは白っていうことになる。もちろん黒髪のそれと同じ現象が起こってるんだけど、黒髪は元々ヘナで染めてても黒髪にしか見えないから、このヘナがここまで行ってなくてももう別にわかんない。白髪の根元だけがちょっと目立っちゃうと。そこで何をするかというと、また、ここからヘナをするわけね。 そうすると何が起こるかっていうと、こことこことはヘナが2回されてる。でもここはヘナが1回しかされてない。ということになる。これを何度も何度も繰り返していくと、3回目、4回目というふうに、根元方向に行くほどヘナをされてる回数が少なくて、毛先方向に行くほどヘナをされてる回数が多いということになるね。じゃあヘナの場合、毛先に行くほどどんどんオレンジ色が濃くなるのかというと、 ヘナが髪の毛にくっつく量っていうのはある程度決まってるから、やればやるほど止めどなくオレンジが濃くなっていくわけではない。でも確実に言えるのは、こっちの方がオレンジが薄いってことは起こる。そして目では認識できないんだけども、結局、ヘナの色素を抱えてる量は毛先に行くほど多いということは確かなのね。これを全く考えずに色を抜いた場合、 どうしても元々抱えているオレンジの色素が少ない方が明るくなって毛先の方が暗くなる。この現象はどうしても起こってしまうんだね。だから今日何をしたかというと、この毛先の部分を一番最初に、えー、色を抜きました。そしてその後追っかけ追っかけ、だん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 ,だん根元方向に向かって、えー、時間差でこのヘナの色素を抜く作業をしたわけね。こうすると髪の色を抜くお薬を塗って で、時間が経ってるからこっちはたくさん抜ける。後からこっちを抜く。後からこっちを抜く。ということで、毛先の方が明るくて根元の方が暗くなるっていうグラデーションを、あの1回目のカラーリングでしてるわけね。結果、1回目のカラーリングが終わった時点では、めちゃくちゃオレンジ色が濃くなってるんだけど、それは髪の色が抜けることによって、ヘナの色が顕著に出て、ものすごく濃いオレンジ色。つまり、ヘナの色になったということ。 でもこれは完全に想定内で、このオレンジを消すためのカラー剤をこの上から染める。そのことで、ヘナを抜いただけのビビットなオレンジからナチュラルなブラウンに変える。そういうことをしたわけね。じゃあ、あの、オレンジ色になっちゃった髪、どういうカラーリングで染めたのか。これは過去にね、ヘアカラーが苦手な美容師さんに、これさえ覚えとくとだいぶ楽ですよっていう、そういった内容の動画を作ってあります。そこで詳しく話してるんだけど、 色には反対の色っていうのがあるのね。反対の色。色相感っていうの知ってるかな。色相感。色相感の色は色という字ね。層は人層の層。感はあの輪っかの感ね。色がグラデーション上に輪っかになってるの。見たことある人もいるかな。あれの対角線上にある色っていうのはお互いを打ち消しますよと。そういう役割になってるわけね。対角線上にある。 それを見てもらうとすごくわかるんだけど、今日の彼女のオレンジ色の髪、あのオレンジの反対は青なの。そして青というのはヘアカラーの呼び名で言うとアッシュなんです。アッシュ、アッシュ、アッシュなんです。そう、これは一般の方、かなり知らない人が多いんだけど、アッシュというのは青のことなのね。その青、つまりアッシュで、あのオレンジを打ち消してナチュラルなブラウンにしてるのです。 まあこの辺は一般の女性は全然知らなくても問題ないことなんだけど、美容師さんは最低限知らないとちょっとまずいですよという内容ね。まあ最初にも言ったんだけど、このヘナっていうのはものすごくいいものとして世の中に認識されてます。でもなんでいいのかがわかってない人がたくさんいる。とにかく植物由来のものは良いい。何かいいことが起こる。髪を良くしてくれる。みたいなね。そういう感覚でいる人多いと思うんだけど、カラーチェンジはどんな美容師さんにもできるとは限らない。 まあさっき説明した通り、それほど難しいことではないんだけど、美容師さんの中にも、ヘナで染めてる以上は絶対に色が変えられないんですよ。と言ってる人がいるのも確かです。それとね、ヘナっていうのは簡単に手に入る。そしてお水で混ぜて塗るだけだから誰にでもできる。なので、美容院でカラーリングをする。これに疲れてしまった人がつい手を出したくなっちゃうのね。 もしそれが本当に天然100%のヘナであるんであれば確かに髪にも頭皮にも負担はものすごく少ないし自分でやっても失敗が少ないのでまあそんなに偉いことにはならないただ一びちょっとカラーチェンジをしたいってなった時に美容師さんですら汁込みするようなちょっと難易度が高かったり知識がない人にとっては全然お手上げみたいなねそういった側面も持っているのでもしあなたがヘナちょっと興味あるわ という人は今日の動画が役立ったんじゃないかなと思います。ちなみにこの俺、ヘナ反対派でも何でもないです。ここ、モブや本店でもヘナのお客さんいます。どうしてもヘナじゃなきゃダメっていう人がいるのも確かです。でもカラーチェンジはいつでも対応できます。なのでこうした動画を作りました。ぜひ参考にしてみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。 おかげさまでコメントじゃんじゃんいただいてます。あまりの多さになかなか返信が追いついてないですが、すべて目を通してます。なるべく返すように頑張ってます。こうしたね、視聴者の方とね、コミュニケーションが取れるというのは動画を作っててすごく楽しいし、ありがたいなと思う。そして動画を作るモチベーションをぐんぐん上げてもらってるし、動画のネタのヒントになってます。本当にありがとう。なのでちょっとコメント返しが遅れたりはしますが、遠慮なさらずにどんどんコメントください。 そして今日の動画の内容、なるほど、納得と思った方はもちろん、のぶさん頑張れーと思ってくれてる方、チャンネル登録高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた明日会いましょう。バイバイじゃんけんぽいチョキでした。